お前その格好どうにかならなかったのか。だって先生、服装は自由だって言ったじゃない。そうそう、自由だって言って言った。私もそう聞いたよ。あのな、これから山にキャンプに行くんだぞ。あ、私も自由って聞きました。ダメだ、全然わかった。暑いよ暑いよ。ねえ優子、この暑さなんとかしてよ。そんなことを私に言われたってどうにもならないよ。京子、さっきから文句ばっかり。んなこと言っても暑いものは暑い。まあ言ったな。おい、冷房いっぱいに効かせると寒いって言ったのはサハラだろ。次の休憩までもうちょっとだから我慢しなさい。午後クロスの問題児サハラ京子、格闘ゲームとナンパの達人、面白ければ何でもありの超イケイケギャル。男性経験もそれはそれは大したもので、ほんと良い子が。ほいあがり。このいかにもヘルシーではつらつとした美人が小泉優子。頭脳明晰、スポーツ万能、その上スタイル抜群とくれば言い寄る男は星の数。でも当人はそういうことに全く興味ないのよね。はあ、もうやめた。ねえ、あけみに変わってよ。え、あの、私下手だから。乙女チックを絵に描いたような八代あけみ。引っ込み思案でいつも優子の陰に隠れるようにしてついていく姿はまるで甘えん坊の妹みたい。ほら、こっちから切るんだよ。はい。でもどうもこの二人怪しいんです。もうずるい、二人がかりだなんてずるいずるいずるい。そしてこれが私、学園のアイドル立川しおり。気立てがよくって可愛くって容姿端麗、学力優秀、ただいま人気赤丸急上昇。なんてちょっと言い過ぎちゃったかな。本州南岸に伸びた前線が移動するのに伴い、中部および北陸地方は週末変わりやすい天気になるでしょう。特に山沿いでは夕方から夜半にかけて雷雨になる恐れがありますので、行楽地へお出かけの方は今後の気象情報に注意してください。達也さん大丈夫かしら。なーに大丈夫さ。僕がキャンプに行くときは必ず天気予報を外れるんだから安心しなさい。はい。おはん、遅くなりましたが、この二人が本日の主役。このとっても素敵な女性が私たちの担任、水野弥生先生。例えるなら学園の庭に咲いた一輪の白い花。その笑顔はまるで少女のように可憐で、その姿はあくまで凛々しく気高くて、女神様のような溢れる優しさと何気ない仕草の中に匂い立つ成熟した大人の魅力、まさに私たちの理想の女性なのです。私もいつかあんな素敵な先生になりたいな。そしてその弥生先生を奪ってゆく憎い奴が生物教師の久保達也。どこがいいのか。こんな冴えない男と弥生先生はこの夏になんと結婚してしまうのだ。そこで我々弥生先生親衛隊の4人は、もともと久保先生が2人だけで行こうと計画していたキャンプにお別れ会と称して乱入してしまったのだ。でも今日の弥生先生はとっても綺麗で本当に幸せそうです。